とりあえずじゃあお願いされたことを達成するために海の方に出ていくか。まあここも海なんだけどね。結構いろいろなサンゴをね持ってこないといけないよね。羽サンゴ、レンゲサンゴと管サンゴだね。あーネットガン。でも今私には睡眠ライフルがあるのでこれを使ってみたいんだよね。早速使ってみるか。寝た。簡単。え、簡単簡単簡単。まあでもネットガンより段数があるっていう感じでね。ん？なんかさ、知らないクラゲいるけど。え、あれは光るクラゲ？あのクラゲを追っていった先でリンチェンのペットイカが見つかるかも。あ、そういうこと？そして、あ、行っちゃった行っちゃった。光るクラゲっていうからさ、なんかクラゲがいっぱいいるとこに向かわない。ちょ、怖いよ。これ絶対無理でしょ。あいつが子供たちの手まりを飲み込んだやつだな。いや無理、怖い。どうやって退治すんの？睡眠ライフルで退治したらドローン必要になるよね。ここに小さな穴がある。もしかしてこの中に。ハンドライトを照らしてみようか。ハンドライト、あ、あったあった、よかった。え、 L でフラッシュライトを動かしてみよう。ちょっとこれで様子を見てみるといい。結構暗いな。あ、いた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 、いたよ。あ、怯えてる。ごめんごめん。あなたの飼い主が、あ、今見えたような、リンチェンが飼ってるイカの姿が。お、いた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 。これでしばらく追いかけっこするんだな。見つけた。よし、この中にいることは間違いない。もう少し様子を見てみようか。どこに行ったんだい。お、いました。怯えてる。少し落ち着いたみたいだ。それじゃあ外におびき出してみよう。ご飯を置いてあげればいいんだよね。手前にリンチェンがくれた高級餌を置いてみよう。ここに、よいしょ。出てくるかしら。うーん、かわいい。怯えてはいるけど、来た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 。お家帰ろうね。食べてる食べてる。かわいいなぁ。出た。今虫取り網で捕まえちゃおう。え、この大きさ虫取り網いける？行くか。よいしょ。よし、それじゃあリンチェンの元に連れて帰ろう。いやそれはよかった。達成できてよかったんだけど、私あのサメのことが気になってしょうがない。どうしよう、怖いよ。だって今ね、睡眠ライフルで例えばやったとしてさ、そしたらさ、ドローン1回しか引き上げできないからマグロチャレンジできないよね。1回くらいは仕方ないのかな。マグロチャレンジ、睡眠ライフルどれくらい効くんだ。やれと言われたからもうやるしかないってなってるんだけど。うわ、一発外した。私が怯えすぎてさ、怯えすぎてさ、と、うわ、ちょっと怖い怖い怖い。うわ、ってなんか吸い込んでくる。怖いよ、やめてください。あ、寝た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 。9秒。 Y で回収していただく。え、やば、すごくない？何これ、マジですごいんだけど。何百キロよ。メガマウス星3でゲットしたけど、これは水中ドローンをさ絶対に強化したいよね。あんな簡単に、だってもっと与えなきゃいけないと思うんだよ。なのにさ、結構簡単にいけた。で、マグロをもしさ、このネットで手に入れたらどうしたらいいんだろうね。ドローンがない状態で手に入れた場合どうなるんだ。まあそれは捕まえてみればわかるか。サメを捕まえた時みたいな感じで切り身にしてちょっとずつ持ってったりするのかな。で、あと探してるのはサンゴ類なんだよね。おや、なんかチェックが入ってる。あ、クダサンゴあるあるある。クダサンゴあったあった。タツノオトシゴもいる。クダサンゴとレンゲサンゴいるかなーって探してたの。あ、レンゲサンゴもあった、よかったー。うわ、あー、あいつまたいる、あいつまたいる、あいつまたいる。怖い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 。もういいです、もうあなたのことはいいんです。怖っ。大丈夫かな、何
んで2匹いるんだよ深海に。ああいう大きくて怖いやつは1匹って決まってるでしょ相場は。で、クダサンゴがあと1つってクエストがなってるんだけど、どこにあるかな。あ、あったあった、ちょっと高いとこにあるぞ。これで3つだね。今レンゲサンゴ2つあるのかな。これだ、羽サンゴとレンゲサンゴ。羽サンゴがあと2ついるんだね。あ、あったぞ、サンゴだな。羽サンゴあった、ようやくあった。っていうかね、なんか酸素全然ないんだよね。途中で取ってくるの忘れちゃってさ、ヤバすぎるんだよね酸素が。こんな時に限ってヤバそうなサメいるし、ちょっとちょっと、いや怖、怖い怖い怖い、来ないで来ないで来ないで、怖すぎる。確かこの辺にあった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 、シャコガイシャコガイ、怖い、怖すぎる。あー怖いよマジで怖かった今、酸素が全然ないんだよ。え、あのサメこんなとこまで来んの、怖いんだけど。いるんだけど、すぐそこにサメが、いや、やだやだやだ。でも気づかれないように近づけばバレないかな。バレてない、バレてないぞ。あとは羽サンゴを見つけたらさ、マグロチャレンジするために上の方に戻りたいんだよね。あった、あった、やった。そういや、鍛冶屋の魚人に届けるサンゴ粥が必要なんだったね。食材は揃ったから番長さんのところへ行って頼んでみよう。よし、そしたらマグロチャレンジしに上の方まで行きましょう。多分マグロ深海にはいないと思うから。まあ深海から出てきたんだけどさ、まあマグロチャレンジするとはいえ、今ドローンがないからさ、マグロが捕まえられたところで どうするんだろうって感じなんだけど、もう無理なのかな、ドローンじゃないと無理なのかな。でもさ、せっかくさ、ネットもらったのにって感じだな。逃げろ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 、無理しない無理しない、2連続で当てようとすると絶対、よしよしよし、はてなってなってる。よし、やった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 ー、嬉しい。ドローンがないからこうやって連れていくしかない。まあでもこれで連れて帰れるからまだいいよね。マグロは果たしてどうなんでしょうか。まあ行ってみて、捕まえられなくてうわーってなりそうではあるけど、しょうがない、それはそれで。あ、じゃあ例えばさ、あの冠ブダイとかが寝た場合、ちょっと待って、眠りブカが近くにいて怖すぎるな。あ、やっつけちゃった。やっつけちゃうとまた話は別なんだよね。眠ってくれた場合の話よ。まあ良かったけど、倒せたのは良かったけど。寝た、よし、寝た場合、あー連れて帰れないんだ。じゃあマグロもダメかもしれないな。うわー、ドローンがあれば連れて帰れるんだ。くそー、マグロがダメになった瞬間めっちゃショックだな。この爆弾、爆弾じゃないや、ネット持ち越せればいいのにな。無理かな、そんなうまくはいかないか。おや、あ、またあのクジラだ。あー、こんな浅いとこに、ちょっと怖いんだけど。何日か前にもクジラに会ったんだよ。え、なんか認識してる？デイブの存在。え、食べられそうじゃない？大丈夫かな？食べられたりはしない？なんか言いたいことでもあるのかな？なんか言いたそうだけど、鳴き声を録音してエリーに聞いてみよう。おお、頭いい、かわいい。襲われなかった。なんでこんな大きいんだろう、すごい不思議なんだけど、クジラなんであんな大きいの、面白い。それでマグロは一体どこにいるんだ。まあマグロ多分無理なんだけどさ、こういうとこをピュンピュン泳いでるかと思いきやいない。マグロいない、なんで、いつもいるわけじゃないのかな。だとしたらこのネットはどうなるんだろう。いやー、マグロ全くいないや。ちょっとぐるーっとさしてきたんだけど全然いないので、戻るしかない。荷物も結構いっぱいだしね。え、このネット無駄になるのかな。しかも1回のダイブも
無駄になってしまう。無駄ではないけど、マグロ。よし、戻ってきた。タツノオトシゴ、どの子を、あ、でもどの子とか言ってもさ、ここではさ、強さがわからないんだ。とりあえずは魚人族の村に全員連れて行こう。メガマウス、捕まえましたね。退治するだけでよかったんだけど、この子に関しては。めちゃめちゃでかいメガマウスの切り身。あ、27切れ。すごい。ドローンで運んでくるとこんなにいっぱい取れるんだ。すごすご。あ、メガマウスの卵もゲットしてる。やったー。眠り深の卵もゲットしてる。でも今回頑張って倒したのに、南のコギリザメの卵はゲットできなかった。それがあれば多分繁殖ができるんだけど、そう簡単にはいかないか。そうだ、クジラの鳴き声。これエリーちゃんに電話して質問するのか。電話してみましょう。あら、急にどうしたんですか？ブルーホールにザトウクジラが現れたんだけど、何か話したがっているみたいなんだ。とりあえず鳴き声を録音してきたよ。聞いてみてくれる？エリーちゃん、分かったらすごいけど。これは子供を探しているようですね。天才。子供？多分近くのどこかではぐれたんだと思います。おじさんが助けてあげたらどうですか？あたりを泳いでみて、コクジラの鳴き声が聞こえたら私に教えてください。ふむ、そういうことなら放っておけないな。分かった、近くを見てみるよ。結構浅いところなんだよね。探してみましょうか。あ、今予定ミッション確認してたんだけど、これ探すの忘れた。魚人族の記録室、いろんなことさ、いっぺんに頼まれたから、なんか抜け落ちてるんじゃないかなとは思ったけど、抜け落ちてました。あー、さっきせっかく買った鋼鉄センサー網トラップ、これがないと、マグロがゲットできないまま一日終わっちゃいそうだな。午後のダイブでもこのままじゃマグロを捕まえられないから、どうしたらいいんだ。よし、そしたら午後のダイブに行く前にちょっとお店に行って番長さんにお粥作ってもらいましょう。よし、番長さん。ふむ、サンゴがゆか、以前作った料理であるな。はい、また体調を崩した魚人がいるんです。材料はここに持ってきてます。ふむ、承知した、渡してくれたまえ。このムービーいつ見ても好きだな。デイブ感動。お弁当を持たせてくれる感じがなんかいいよね。ありがとう番長さん。さあ受け取りたまえ。ふむ、サンゴか、何度見ても美味しそうには見えぬがな。ありがとうございます番長さん。よし、これを鍛冶屋の魚人に届けてあげよう。ありがとう。でさ、なんかね、最近気づいたんだけど、ここにいるスタッフの子たち会話できるんだよ。ラフル君。ふむ、あなたはトレーニングに励んでいますか？マッスルこそあらゆるエネルギーの源ですよ。ラウル君らしいよね。ふう、働くことって大変なんですね。マキちゃん、夕方にしか回転しないなんて、日が暮れる頃には疲れてるのに。京子、いつもありがとね。え、なんか楽器いじってないビリー。このビーチのほとばしる熱気を感じるか、ロッケンロール。なるほど。バンドマンなのかな。でもこの子たちね、話す内容はそんな変わったりはしてないんだけど、みんなそれぞれ配置するとさ、会話できるんだって思ってさ、気づきがありました。じゃあお粥も作ってもらったことなんで、魚人族のとこ行ってあげようか。というわけで、ちょっとマグロのことは気になるんですけど、手に入れられないもんは仕方ないんでね、ちょっと諦めて魚人族の記録室行ってから魚人族の村に行きます。それであれか、クジラの子供も探してあげなきゃいけないしね。ちょっと気にしないといけないことがいっぱいあるな。あー、マグロ、マグロ泳いでる。マグロ、マグロ、マグロ。もうマグロのことはさ、見なかったことにしよう。今日はマジで捕まえたくてしょうがないけど。あれ、鳴き声する。ひょっとしてこの音は、あ、そうよ、コザトウクジラの鳴き声。周りを見てきて、近くにコクジラがいるはずです。周り、どこ、探します。こっちかな。
あ、なんか超音波みたいなのが見える。こっちの方か、こっちの方から聞こえるぞ。え、あの石積みの裏から鳴き声が。ふむ、あの石をどかさないと入れそうにないな。よし、デブがどかしてあげるからね。これを掴んで、よいしょよいしょする。よし、抜けた。この中にいるの？かわいそうに。ふう、道が開いたな。それじゃあ中に入ってみよう。入ってみよう。え？新しい地域移動しますか？え、ちょっと待って、陸上までつながるイベントミッション、ちょっと待って、それは待って、まだやりたいことがいっぱいあるんだ。ごめんね、ザトウクジラの子供、ちょっと待っててね。急いで魚人族の記録室行って、村に行ってミッション完了したらクジラのとこ戻ってこないと。長いけどサクッとサクッと行きましょう。え、寝た寝た、今なんか成り行きでノコギリザメやろうと思ってさ、やった。どうせマグロが捕まえられないんだったらこれで、嬉しい、やった。これで卵もゲットで繁殖できるようになる。やっと見つけた、魚人族の記録室。何？いろんな魚が住み着いてる？前そんなんじゃなかったっけか。そっか、魚いなかったんだっけか。お、オニカマスもいる。よし、オニカマス2匹とも退治。ふむ、この石板みたいだね。魚人族の村の神社に届けてあげよう。オッケー、届けます。え、やば、ノコギリザメもいるんだけど。やばすぎるでしょ。さっさと、さっさと出よう、こんなところ。よし、出てきた。そしたら魚人族の村目指していこう。ちょっと遠いけど、行きます。やっと戻ってきました。遠かった。そしたらみんなにちょっとね、お願い事の報告していきましょうか。まずはミマさん。あら、まあ、そうそう、これよ。本当に助かったわ。ほほほ。これでちゃんとした料理をお客さんに振る舞えるわ。人間のあなたのお話も聞いてみたいし、たまには雑談でもしに立ち寄ってね。ほほほ。いい人、この人。ベイもくれた。信頼度、あと5。これ容易にクリアできてしまうのでは？ちょっとベルーガ呼ぼうかな。乗りたい。かわいい。ありがとう、来てくれて。呼んだらさ、しばらく乗れるから嬉しいよね。これで移動しよう。よし、この子供たちでしたね。この姿勢すごいな。わあ、手まりだ。本当に取り返してくれたんですね。ふう、肝を冷やしたよ。本当に肝を冷やしたよ。危ないから、これからは村の外で遊んだりしちゃダメだよ。はい、わかりました。何か聞いてたのと違うんですね。本当は悪い人間ばかりじゃないのかも。またお話しましょうね、おじさん。よし、ベイくれた、子供なのに。信頼度カンストしてます。カンストしてるけど人助けはしていく。よし、鍛冶屋の人、お粥持ってきたよ、食べな。う、これはサンゴガユです。これを食べてしばらく休んだ方がいいと思います。ふむ、人間がどうやって我らの料理を。とりあえずそこに置いていけ。まず毒味をしないといけないからな。しょうがない、魚人だな。まあ勝手にすれば。 A ボタン押しちゃったよ。あ、すごい、めっちゃくれた、ベイと信頼度。ありがとう。信頼度カンストしてるの気になるけど、ベイはありがとうございます。あ、信頼度のところ、村長さんがキュルリンおめめになってる。よかった。あとはペットのイカを探してあげたようだったね。おお、セルジオ、ありがとうございます。人間様、もう二度と会えないのではないかと心配で心配で、怖がりだったから連れ帰るのが大変でした。ふふ、これからは二度とそんなことにならないように気をつけます。よし、あ、ベイめっちゃくれたじゃん。50、結構くれる。これはささやかなものですが、セルジオの肖像画です。かわいい、めっちゃかわいいな。あ、ふむ、寿司屋のインテリアにちょうど良さそうですね。ありがとうございます。ふふ、ではこれからも遊戯場に立ち寄ってくださいませ、人間様。もらいました、なんか、ありがとうございます。あと、タツノオトシゴを選手登録します。もう22匹になってしまった。これ50匹もここに置いとく意味あるんかな。こういう能力がさ、いまいちな子とか、
こういう子はまあ持って帰って食材にしてもいいしって言おうと思ったけど、なんか血も涙もなさすぎか。まあでもこうやって見てるとさ、数字のとこだけバーって見てるとさ、全部の能力が69ってなってるあの白い竜の落とし子、この子やっぱすごいんじゃないの？結構いい子が手に入ったんじゃないの？じゃあまあ竜の落とし子レースはね、今日はお預けです。やることいっぱいあるからね。で次は神社だね。神社到着。よし、巨人族のところから石板持ってきたよ。わあ、人間様。そうです、これなんです。おかげで無事に結婚式を挙げることができそうです。よし、よかった。人間様、いえデーブ様でしたか。デーブ様も参席してくださいませんか。村の人々との距離を縮めるきっかけになれるのではないかと。うむ、巨人族の結婚式か、興味あるかも。なんと、え、もう始まる感じ。え、始まる感じだ、すごい。さあこちらです、デーブ様。おお、人間の結婚式とはまた違った感じですね。あはは、そうなのですか。あちらの後ろでお待ちください、まもなく挙式です。わあ、こんなところに呼んでもらえるなんてありがたい。また地震。ただの地震じゃない。やばい、金龍様の像が、すっごい縁起悪いんだけど。不吉すぎる。あー、また地震が。金龍様の腕が、うわー、どうしてあげたらいいんだ、かわいそう。晴れの日にこんなことが起こるなんて、マジでかわいそうだったね。あー、金龍様、どうしましょう。実はものすごく古い像でして、この村にはこれを直すための道具がありません。あー、なんてことでしょう。大きな災いの前触れなのでは。ちょっとちょっと、とりあえず落ち着こうね。コブラさんが何か持ってるかも。僕が地上へ行って役に立つものを探してくるよ。少し待ってて。あー、デーブ様、ぜひともお願いします。金龍様、どうかご加護。うわー、マジで不憫すぎる。この人たちもかわいそうだったね、せっかく挙式してたのに。あー、ベルーがいなくなっちゃった。まあいいや、でもとりあえずね、ここでやりたいことは一旦終わり。信頼度100になってるけど、私はクジラの赤ちゃんが気になってしょうがなかったんですよ。ベルーが乗れるわ。ありがとう、待っててくれたの、かわいいね。クジラの赤ちゃんのところまで一緒に行ってほしいくらいだわ。いやー、ブルーホールの浅い上の方だからマジで遠いんだけど、クジラ気になるんで戻ります。よし、クジラの声が聞こえるところにまで上がってきたぞ。こっちの方。あー、戻ってきた。意外とすぐだったな、数分で来れたわ、よかった。陸上までつながるイベントミッション OK です、入りましょう。コクジラの洞窟？普通に泳いで平気？なんか敵がいたりする？あ、奥にコクジラがいる。ふむ、怯えているみたいだね。そっと近づいてあやしてみようかな。あやす。怯えてるの？かわいそうに。あ、なでなで、なでなでポイントがあるぞ。あや、かわいい。なにこれ、何このコミュニケーションゲームみたいな。これ、あ、なでなで。触ってあげればいいんだ。なでなで。どう？嫌じゃなかったかな？あ、なんか微妙そうだな。まだちょっと怖がってるみたいだ。頭をなでてあげようか。わかったわかった。もう一回やる。もう一回やらせて。ちょっと可愛さにね、うっとりしてて、手全然動かしてなかった。なでなで、よしよし。これ結構前後左右に動ける。あ、OK？ OK サイン。あ、にっこりしてる。あー、よかった、かわいい。クジラをなでなでなんて、なんて贅沢なんだ。やってみたいよ。なでなで、もっとなでなで。よし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 、いい子いい子。怖くないよ、怖くないよ。マジでかわいすぎる。かわいすぎるんですけど、クジラを撫でたりしたいんですけど。あ、もっと撫でていい感じですか。怖くない、大丈夫。よし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 。めっちゃかわいい。何これ、かわいいんだけど。クジラ飼ってる気分になる。
かわいい。よし、少し警戒を解いたみたいだ。明るいところまで行けば母クジラが来るのかな。気をつけながら上に連れて行こう。どうやって連れて行くんだ。え、いや、ついてくるじゃん。わかった、ラモ様と一緒だ。オッケー、わかった。じゃあ絶対にこの子を傷つけさせないように私が、あ、怖い怖い怖い、鬼カマス。行く手に凶暴なカマスたちが、あいつらを倒さないとコクジラが追ってこられないよね。ま、任せな、ちょっとそこで待ってて。ちょっとついてきたら危ないんだけど。ちょっと、よし、一匹やった。うん、やっと安全になったみたいだ。もう一度コクジラを連れて行ってみよう。オッケーオッケー、ちょっとこいつら取って、森でやってもね大丈夫。あ、かわいい、来た。なんでこんなかわいい。もうダメ、泳いでクジラがついてくるなんて、もう嬉しい。あ、え、ってか待って、ちょっと言い過ぎでしょ。こんなにいることないよ。怖がりだから、まずあいつらを始末しないと。わかってるけど、すごいなこれ。なるほど、コクジラちゃんはちゃんと身の危険を感じると隠れてくれるのね。オッケーオッケー、それならば大丈夫。これちょっと全部やりましょう、掃除しましょうね。めっちゃ追いかけられてんだけど、どうなのこれどうですかこれ。銃でやるしかない。あんまり離れないようにしないと。 OK です、 OK なんですけど、やばすぎ。でもそこにね弾があるから、ちょっと森でね引っ張ってる間に追いつかれちゃうから、あと3匹、あと3匹、カサゴゲットできてないけどしょうがないね。いいよいいよ、よし、 OK。 ふう、もう大丈夫だよね。また水面に連れて行ってみよう。オッケー、めっちゃ大変だった。カサゴいすぎ、いすぎいすぎ。もうちょっと進んだらまた敵がいるんでしょきっと。私が守るからね。弾薬拾ってっちゃおうかな。まだ残ってるけどね。どうせ敵が襲ってくるんでしょうから。あ、ちょっとね、眠りブカもいるんか。絶対についてこないよね、倒さない限りね。わかりました。オッケーオッケー。やってやる、やってやる、やってやる。おじさんがやってあげるからね。なんか振り下ろしちゃった。お、寝たじゃん。寝たけどダメだよ。ちょっと待って、離れないようにしろって言われた。寝たけどさ、私今日ノコギリザメゲットしてるから無理なんですよ。よし、ふう、今日はやけに凶暴な魚が多いな。さあそろそろ水面だ、もう少し登ってみよう。よし、ゲットだ。びっくりした、今なんかサメ近づいてきたと思ったらクジラだった怖すぎる。荷物開けといてよかったな。よし、弾薬を補充して、酸素も補充して上に行こう。お母さん待ってるよ。大丈夫かい。サメやったらもう大丈夫でしょ。え、めっちゃ可愛い。どうしよう、もう可愛すぎる。一緒に生活したい。ふう、危なかったね。ここは少し安全そうだから、もう少し待てばママが来ると思うよ。え、ちょっと無理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 、4匹のサメは無理。なんでですか、うん、サメの群れが。どうしよう、ちょっと無理。あ、あ、お母さんじゃない。あ、お母さん来た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 。え、強っ強っ、お母さん強っ、お母さん、お母さん、なんかちょっと間違えたらデイブも海の藻くずに。よかったね。え、かわいい、やばい、クジラ、クジラかわいい、クジラに会いに行きたい。めっちゃかわいい、かわいい、かわいい。イルカもかわいかったけどクジラもかわいいね。こんな体験できたら死んでもいい。え、めっちゃ素晴らしい体験だな、デイブ。羨ましいぞ。すごい巨体だな。子供に対する母の愛情はどの動物でも一緒なんだね。後で母ちゃんにメールでも送ろうかな送っときな、送っときな。ふむ、水中石材接着剤をご所望とな。あ、これは像が壊れちゃったからってことだよね。どれどれ、
おお、ゲットだ。こんな隅っこにあったのか。ガハハハ。これでなんとかなるんじゃないかな。また魚人族の村へ行って取れてしまった金輪像の腕をくっつけてみるか。お、エリーさん。ふむ、そうなんですね。無事に母親の元に送り届けたならよかったです。クジラね、すごく怖がりな子だったから連れ帰るのに苦労したよ。おじさんに懐いてなかっただけじゃないですか。失礼だ。とにかく狩りばかりしてないで、困ってるお魚たちを助けてあげてくださいね。困ってるお魚たち。あ、クジラの赤ちゃん。かわいい。会いに来てくれたの。やば、かわいい。友達になれたのかな。え、かわいい。マジでマジで本当に本当にかわいい。あ、お母さん、お母さん。てかでかでっか、こんな狭いとこまで来てくれたの、ありがとう。感動しそう。クジラをあんな近くで見たらもう感動してしまう。やば。いいな、デイブ。いい、何？ポセイドン？何ですか？なんかゲットした。何だったんだ？とりあえず今日はすごく長い旅をした。南のコギリザメをドローンで回収したのよ。頑張ったな。そのおかげで卵もゲットしている。ていうか、こんないっぱい卵ゲットしてたんだ。ノコギリザメの卵ないんだけど。マジで？そうなんだ。そっか、卵って絶対落とすわけじゃないのか。なるほどな。残念すぎる。頑張ったのに。まあ、しょうがないね。あ、ウドさん。先生、オニートマキエの撮影準備が全て終わりました。そういえばそういうのもあったな。照明業者に依頼して映画出そうな場所に機材をセッティングさせておきましたよ。おお、結構お金かかったのでは。母、絶好の出世チャンスをものにしない手はないですからね。機材は水深20メートルあたりに設置したと聞いています。先生が探してみてください。では素敵な写真を期待していますよ。ムフ。オニートマキエイ、これさ、夜行性だから夜のダイビングじゃないと。お、発見結果ありがとうございます。再発見もできるけど、ちょっと待ってね。一旦これは回収して終わりにしよう。クエストがいっぱいになってきてるので、予定のアプリを開いてみました。オニートマキエイの写真を撮るは、これは別に時間帯は指定されてないんだ。じゃあナイトダイブじゃなくてもいいんだね。これは次のダイビングでやってみようかな。あとはこれだ、天神様に報告しないといけないね。信頼度100になったから。で、金輪の像を修理しよう。こんなもんかな。じゃあ今日はマグロが取れなかったのがかなり心残りなんですけど、ノコギリザメとかは取れたんでね、寿司屋に行きますか。